ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、1万再生超えましたというですね、話をしていきます。今日ですね、これ今3月14日、カナダ時間の3月14日に収録してるんですけど、今日現在でトータルのですね、再生回数が1万124回ですね、っていうふうにさっき表示されてたので、以前ですね、先月かな、かなんかのエピソードで、まあ、1万再生超えたらお知らせしますねみたいなこと言ってて、ちょっとあの昨日確認してなかったんであれですけど、今日見たら1万回超えてたんで、まあちょっとそのお知らせということでね、話していきたいと思います。まあこのポッドキャストを始めたのが6月ですかね、2020年の6月の末、確か24日ぐらいだったと思うんですけど、なんで、だいたい9ヶ月ぐらいですか、今経過して、まあ、1万回超えたって感じですね。まあ、これが早いのか遅いのかは分かんないんですけど、まあ、あの毎日ですね、1日1本エピソードを投稿してきたっていう感じですね。なので、まあ、大体200、230ぐらいですかね、エピソード的にはあると思います。なので、まあ、あのポッドキャストね、始めたばっかりの人とか、これから始めようっていう人もですね、あのいや続けてりゃ結果は出るよっていうことを、まあ、お伝えしたいなと。あの僕のブログもですね、実はつい先日、ついにあの連続更新が途絶えてしまって、806日連続更新だったんですけど、ちょっとまあいろいろ病院に行ってた関係とかもあって、更新ができなくて、まあ連続更新806で途絶えたんですけど、まあとにかく何でも継続してれば結果が出ますよってことなんですよ。まああのブログもですね、僕もやっぱり2年以上ずっとやってきてて、まあ最初はやっぱり当たり前ですけど、そんな成果は出なかったですね。でもずっとやってると、まあ徐々にこう成果って出るようになってくるんですよ。でもほとんどの人はそのね、成果が出る前にやめちゃうんですよね。でブログとか、まあポッドキャストもそうですけど、こういうものって別にうまくいかなくてもなんか赤字が増えたりとかってないと思うんですね。まあ、ブログはね、そのワードプレスとかやってて、サーバードメインとかね、そういうものをお金払ってる人は多少赤字になるかもしれないけども、なんかこう、大借金を抱えるとかね、そういうような赤字ってまずないわけじゃないですか。だから要するに自分で諦めさえしなければ、まあいくらでも続けることはできるわけですよね。だからまあブログとかに挫折する人の 99% っていうのはもう自分で諦めてるわけですよ、途中で。もううまくいかないっつってね。でもやっぱりそういうものを、そういう思考、特にまあ例えばね、わずか3ヶ月頑張ったぐらいで諦めてしまうぐらいだったら、やっぱりね、どんなことをやってもうまくいかないと思うんで、まあ何事もやっぱり継続がすごく大事だなっていうのはすごくまあ思いますし、まあ自分自身がこうやってね、継続して成果出してますよっていうのを見せればですね、じゃあ自分もやってみようかなっていうふうに思うわけですよ。なんでまああんまりこう短期的視点で考えないって大事ですよね。今全然例えば成果が出てなくても、例えばこのまま5年後とかね、5年間継続したとしたら、まあ5年後は間違いなく成果出てますよね。こんだけやってんだから、これで成果を出さない方がむしろ難しいと思うんですよ。コンテンツビジネスもそうですけど、例えば、ね、1本2本例えばなんかコンテンツ出して全然売れませんでしたってなった時に、じゃあ月に1本でもいいですけど、月1本ね、毎月必ずコンテンツを出すようにしてて、それで全く稼げませんっていう状態を作る方が難しいと思うんですね。それだけ出してたら、売りたくなくても勝手に売れちゃうと思うんですよ。まあ、プラットフォームでポンと置いとくパターンの場合は。勝手にもうプラットフォームが売っちゃうと思うんで、それでむしろその月のね、売り上げをじゃあ1万円以下にしてくださいとかってね、5年間やって、じゃあ1年間12本だから60本ですか。60本コンテンツ出して、月の売り上げを1万円以下にしてくださいっていう方が逆に難しかったりするわけですよ。ってな感じで、まあ、やってれば結果ってのは出るんですよね。特にこういうまあ情報販売ビジネスとか、まあ、インターネットの情報発信っていうのは、基本的にコストがほとんどかからないので、まあ、いくらでも継続することはできるわけですね。本人の意思があれば。なので、まあ、とにかく諦めずにコツコツやるってことですね。まあ、その継続の仕方とかっていうコツはいろいろあるんで、まあね、僕も発信してますし、他の人もいろいろ発信してると思うんで、そういうものを参考にしてもらいながら、まあ、楽しみながらやるとかね、できる限り労力を最小化するとかっていろいろあると思うんですけど、まあ、自分に合ったやり方でやるのがいいかなと思います。なんで、まあ、ポッドキャストなんか特にですね、
まあ人にもよると思うんですけど、例えば10エピソード20エピソード投稿しても全然聞いてもらえないとかってあると思うんですけど、まあそこでやめないってことですね。そのまま継続してやってれば将来的にはすごく大きな結果につながってたかもしれない。特にまあ今音声媒体がすごく伸びてきてるあの時期なので、例えばアンカーとかもですね、おそらくまあ数年以内には確実にその広告をアメリカ以外の国でもねつけれるようなシステムを出すと思うんですよ。でその時にある程度もう自分のねこのポッドキャストの媒体が育っていれば、チャンネルがその状態から広告を貼ればもうガッポガッポですよ。もうだってすでにオーディエンスがいっぱいいるわけだからね、自分がポンとエピソードを投稿するだけでいっぱいの人が聞いてくれるわけじゃないですか。でも途中でそれ今の段階でね、全然聞いてくんないやつって諦めてたら、そこからゼロでからねまたスタートしたら大変だと思うんですよ。しかももうライバルもたくさんいるでしょうしね、その子に。そういう風になったらもう遅いんで、そうならないためにもまあ今結果出てなくてもね、とにかく続けるっていうのが大事かなと思います。特にまあポッドキャストなんかに関してはすごくこう作業時間が短くていいんですよね。本当にもう10分収録してちょこちょこっとなんかね作業して、もう 12-3分で1本上げれるとかってね感じになるんで、本当にもう気軽に取り組むことができます。なんでまあ毎日続けるのもそんなに苦じゃないですし、まあそんなにね、なんかやっていくのが大変とかっていうのはないと思うんで、まあ、ぜひですね、こう継続して、やってもらうのがいいかなと思います。で前回ですね、そのまあ、何回だったかな、まあ、忘れたんですけど、その前回、その現状こんだけで、1万再生いったらなんかプレゼントしますね、みたいな話をしてたと思うんですよ。で、まあ、その音声配信に関するコンテンツを何かプレゼントしようかなと思ってたんですね。で、去年のクリスマスは、その僕のユーデミのポッドキャスト講座の無料クーポンを発行したんですよね。なんで また同じものを開けてもしょうがないし、とはいえですね、まあ今はまだその音声配信関連のコンテンツができてないんですよ。なんかオーダーシティの使い方とか、あとはその音声じゃないわ、情報発信者としての話し方講座みたいなものを今作ろうかなって考えてるんですけど、ちょっと出すまでもうちょっと時間かかりそうなんで、まあ全ての人がですね、多分このポッドキャスト聞いてる全員の人がその発信者とは限らないと思うんですね。単純にまあ聞くのが好きでみたいな人もいると思うんで、まあ、そういう人たちにも何かね、共通して役に立つものがいいかなということで、まあ最近出したユーデミーのコンテンツがあるんですけど、まあお金のマインドセットですねに関するまあコンテンツを最近出したんで、まあ、それの無料クーポンを出そうかなというふうに思ってます。なんで、まあ、概要欄にそのクーポンのリンクを貼っとくんで、そこをクリックしてもらったら無料でコンテンツが手に入りますよっていう感じにしておきたいなと。ただ有効期限があるので、有効期限に関してはね概要欄に書いておくんで、それちょっと気をつけてほしいんですけど、その期間を過ぎたらもう無料で手に入れることはできなくなるので、その点はねご了承ください。で、まあ過去にも言ったことあると思うんですけど、無料でねこういうコンテンツとか上げるって本当は良くないんですね。だからみんな無料だからもらっとこうみたいな軽い気持ちもらって、結局見ないとかっていう人が大半なんで、本来はこういうことはしても僕にもプラスにならないし、おそらくそのもらった人に対してもプラスにならないと思うんですね。無料だからもらっといたけどめんどくさいから見ないみたいな人が大半だと思うんで、まあ、そういう人はできればね無料クーポンで受け取るのは避けてもらった方がいいかなと思います。それはまああなたのためにもならないですし、真剣になんかね情報を得たいっていう人はぜひ無料クーポンで、ね、受け取ってもらえればと思います。やっぱりお金のマインドセットって、正しいマインドセットが身についてないと、まあ、どんなに頑張ってもなかなか収入が増えないとかっていうことも、ね、なってしまうんで、まあ、僕が今までこう学んで身につけてきたもの、っていうのをですね、まあ、一つのこうオンライン講座にまとめて、出してますんで、まあ、そういうものを見てもらって、お金のマインドセット、正しいマインドセットですね、をインストールしてもらえれば、そういうまあメンタルブロックが外れたりとかね、お金に対するこう罪悪感とか悪い観念とかね、そういうものも払拭できるんじゃないかなと思うので、まあね、全ての人が発信者ではないですから、ポッドキャスト聞いてるだけみたいな人もいると思うんで、まあ、そういう人にも役立つコンテンツということで、今回はですね、まあ、このお金のマインドセットに関する、無料プレゼントを差し上げたいなと思います。まあ、はっきり言ってポッドキャストだけですよ、こんなことやってんの。YouTube も無料プレゼントなんか出してないし、ブログも出してないんで、まあ、ポッドキャストはなんかよくわかんないですけど、出してるんですけど、うん、別に特になんか理由があるわけじゃないですけど、まあ、せっかくだし出そうかなと思って。なんで、まあ、ポッドキャストは
聞いてる人だけにですね、受け取れるものになってますので、まあ、ぜひね、これを機会にご利用いただければと思います。まあ、何かね、そのフィードバック等あれば、またお知らせいただければね、参考にさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、今回ね、1万再生ということになったんで、まだ2万再生、2万再生の時無料プレゼント出すか分かんないですけど、まあ、2万再生とかね、どんどんまた切りのいい数字になったらお知らせしていきたいと思います。今日はですね、最後まで聞いていただきありがとうございます。